じゃーん。真っ暗だ。さあこちらはですね、化粧室になってるそうです。すごいたくさんの YouTuber の写真もありますね。まあこちらでね、荷物を置いて、でメイクができるようになってます。すごいですね。じゃあ準備万端整えて撮影に行きましょう。行ってきます。ライオンの服じゃなくてライオン。あ、はじめ社長だ。はじめ社長がいる。うん、はじめ社長ってさ、お兄ちゃんのさ、お兄ちゃんのさ、YouTube でさ。あ、ほんとだ。ママ、はじめ社長ってさ。さあメイクルームを出ますとですね、このようなセットになっています。でこちらがオープンセット。あ、パパ、スカイツリー見えた。ね、スカイツリーじゃなくて東京タワーね。今日は天気がいいからね、ほら見てください。パパ、見て、あそこ、あそこ、めちゃくちゃ東京タワー綺麗です。パパ、見て、スカイツリーがあそこにある。あ、ほんとだ。あ、スカイツリーも若干頭だけ見えますね。うん、いやすごい景色だ。スカイツリーと、スカイツリーと一緒にある。うん、こちらがカフェになっててね、まあ、なんとね、ドリンク飲めるそうですよ。しかも無料で。こちらね、本当にね、ご広いスペースになってましてね。また今日はね、土平日で、なんと私たちしかいないということで、まあほぼ貸し切り状態です。じゃあですね、まずスタジオ1からね、入ってまいりたいと思います。スタジオ1は居酒屋のセットになってますね。それでは撮影してみたいと思います。じゃあ行きましょう。テイク1スタート。どうぞ。すいません、すいません。エビフライないですか？どうぞ。ありがとう。あん、うん、うん、チップを取り外して、あん、あん、美味しいぞ。ご飯はないかな。ご飯どうしか、ないだろうか。さあ続いてね、スタジオ2の方ですね。見てください、この真っ白な背景。これはね、おそらくね、クロマキーなんかでね、こう合成させるとね、きっと面白い映像になるんじゃないかなと思います。さあどうですか、演技した感想はどうですか。演技した感想はどうですか。でも、おもろかった。おもろかった。ちょっと見て、ほら東京タワー後ろ。スカイツリーは、あ、見えた。スカイツリーはあっちやで。スカイツリーとさ、東京タワー見えるから、スカイツリーは東京タワー。逆光やな。さあちょっとね、喉が渇いたので休憩しようと思います。こちらはですね、ドリンクを飲み放題ということで、まあ、今日なんか暑いんでね、まあ、見てくださいね、冷たいドリンクもたくさんあります。16茶とかね、ほらコーラとか、これもなんとね、これ無料なんですよ、これ。ということでね、さあ 何飲もう。あるコーラ。タッちゃん何飲む？コーラ飲む？タイガー。アップルタイガー、はい。タイザー。何アップルタイガーって。タイザー。アップルタイザー。はい。
これなの？アップルタイダー。あ、惜しい。リンゴ、リンゴ、リンゴ。リンゴそのままや。なんでやねん。リンゴの、そのまま。そのままか。ほら、一本飲みそう？ほら、一本飲もうかな。いい？いいよ。うまい。こちらですね、撮影スタジオ以外にも、ご覧ください 4K 編集室、こちらブースに、あ、同じようなあれかな、メイクルームかな。でこちらブース1で、続いてこちらスタジオ3でございます。おお、すごい。ここはね、こう家の中っぽいセットですね。はい、じゃあですね、こちらでも撮影してみたいと思います。ママ、じゃあここがベッドでいい？すごいな、ここな。ママ、ここがベッドでいい？東京タワーめっちゃ見えるで、ここね。めっちゃ見える。はい、じゃあ撮影開始します。よーい、スタート。ただいま。おかえり。あー、今日だけ楽しかった。宿題は終わった。今帰ってきたのかな。学校で終わらせてきた。すごいね。いい子だ、いい子だ。やった、起きられた。はい、やっさん TV1977 見てねということでございます。このハルくんがね、下手くそなペンギン描いてます。やめなさい。はい、ハルくん作ペンちゃんの出来上がりでございます。さあ、もうすぐね12時になりますので、そろそろ YouTube スペースを後にしたいと思います。すごい、こうなってる。うん、なんで明るくできる。いや、初めてね、来ましたけどね、楽しかったですね。まあ、残念ながらね、この2月でこちらの六本木の YouTube スペースはもう閉館するということで、まあ、今度来るときは新しくできる渋谷の方にね、行くことになると思います。はい、さあ行きましょうかね。